手も足も出なかった。溝落としまで平気で使ってくるし、今度は五木の85じゃない、乗り慣れた86で、しかも毎日走ってるアキナのダウンヒルで負けるなんて思わなかったぜ。負けたのは悔しいけど、あんたの走りに俺ちょっとだけ感動してる。やっぱいるとこにはいるんだな、あんたみたいな人が。親父の言う通りだな、俺なんかまだまだだぜ。あ、そういや配達の帰りだった。早く帰らねえと親父にどやされちまう。悪いけど俺これで帰らせてもらうぜ。